今日久しぶりに旅行から帰ってきてファーマーズに行ってきました。When I'm with you, I'm good. There's not a shred of doubt. There's nothing to think about. There's nothing to think about. Yeah, when I'm with you, I'm good. I'm not in my head at all. There's nothing to think about. There's nothing to think about but you. You. Nothing to think about but you.今日はお昼にお友達のご夫婦がいらっしゃるので今、ご飯を、ね、仕込んでるんですけど、ね、今よいしょ今もうパン、まあ、おやつにパンも食べれたらいいかなと思ってパンもちょっと準備したんですね。であでパンの生地で肉まんの方もベジまんなんですけどお肉使ってないんですけど自家製のソイミートで作ったあんこれ昨日からもう仕込んであるんでこれに今から包んでいきたいんですちょっと小麦粉ちょっと粉がないからついちゃうよ粉をしまってしまうでもうパンに関してはインスタグラムの方でもいくつか上げさせていただいててレシピ教えてほしいですっていうねコメントとかもいただくんですけど本当に自己流でもう全然そんなもんか教え人様にねこうシェアできるようなレシピではないんですね。なのでまた完成したらぜひシェアさせていただこうかなと思います。そうもうね肉まんベジマンに関してももうほんとこんな感じでもうね自己流なんです。だからお恥ずかしいんです本当にこんな感じで。で蒸すんですけどいつも蒸す時はうち蒸し器がこういうお鍋に入れれるやつこのステンレスのものを使っていてこの上に何か乗せないとくっついちゃうじゃないですか。でそれのなんか代用がないかなと思って私はいつもこのシリコンの蓋何回でも使えるエコなシリコンの蓋があるんですけどそうそれをねこういう感じで敷いて使ってます。これすごくねよくて気に入ってます。このシリコンの蓋本当に万能でいろんな使い方があるからすごいねお気に入りです。サランラップとかよりもきっちりこう蓋が閉まる感じだから、うん、なんか漏れたりもしないしすごいね気に入ってます。はい、で今ここにちょっと見えるんですけど今日のメニューはおやつ用に今パンはあんこを練り込んだパンとあとまあお友達はね別に特別ベジとかでもないのでツナマヨパンも作りました。あとはメインはベジやばいちょっとこれ粉ないとダメだベジビビンバです。ベジビビンバをメインは作ってます。ちょっとこれ本当やばい失敗しちゃったちょっと失敗しちゃった反対にしよう大変ちょっと粉がないからちょっとダメだ一回中止じゃあちょっとお粉を持ってきたのでちょっと続きをやります。で今日はそうですベジビビンバを作っていてあとはかき揚げも作ろうかなって思ってます。あとなんだかき揚げ生春巻きも作ってあるしっていう感じでねまあなんかもう本当にいろいろちょっと作りました。昨日から仕込んでいるのでだいたいお友達がお家にこうして遊びに来てくれてみんなでじゃあご飯食べようっていう時とかは作れるものは前日に結構準備しちゃうので意外にねそんなに大変じゃないです。あとね煮物も煮てあるので煮物もね一緒に食べれたらいいかなと思ってます。煮物とかは逆に昨日のうちから仕込んでおいた方が美味しく仕上がりますよね。なのでねそういうメニューも活用しながら作ってます。よし
こんな感じでできたので、今からね、これ蒸していきます。なんか今日全然形がうまくいかなかったんだけど、大丈夫かな。よし、一個だけあんまんみたいになって、しかもこれくっつかないし大丈夫かな。よし、こんな感じで、いつもね、ストーブ鍋に最近は入れて、こんな感じで蒸していきます。パンも今いい感じで二次発酵してます。いい感じ。あと30分ぐらいでつくみたいなので、今ね揚げ出したんですけど、うまくできるといいのですが。他の副菜はこれが煮物と、ちょっと結構崩れちゃって見た目汚いんですけど、あとトッポギと生春巻きサラダと、これは今揚げている、かき揚げのタレです。で、これメインの、もう今日土鍋であえて盛ったんですけど、僕がキムチ、これ小松菜とほうれん草で、これが自家製ひき肉のはい、やつです。これに下のりも敷いてあります。で、今ちょっとこの真ん中に、このこれなんて言うんですかね、もうナマス、紅白ナマスに近いんですけど、よいしょ、人参と大根を甘酢で漬けたものです。本当はね、ちゃんと人参もナムルにした方がいいんですけど、私結構この方が好きで、こんな感じでいつも一緒にナムルにしちゃいます。なんかね、色合いもいいですよね、綺麗かなと思います。これでも順番これにしなきゃよかった。キムチとつなげると色が似ちゃうな。まあいいや。はい、じゃあこんな感じでできました。で、コチュジャンもやるんですけど、子供たちもね、食べるので、後でかけたいと思います。こんな感じですね。これなんだこれ。これなんだこれ。かき揚げのやつですね。こうしようか。ここにメインを持ってこよう。よし、よし、できました。生春巻きとって感じで、ちょっとこの今日ベジ肉まんなんか、まあんまりうまくできなくて見た目ひどいんですけど、かき揚げも揚がったのでこんな感じです。Don't need assistance for walking the distance. I know you may not care, but I no longer have to hide. No, it doesn't make a difference to me, to me. No, it doesn't make a difference to me.